3連休は局地的な強い雨に注意が必要です。沼澤さん、連休中もすっきりしない空が続きそうですね。そうですね、前線少しこう停滞気味ということもあるので、はい、その影響を受ける、まあ、特に西日本東日本は広範囲で雨の方が降りやすくなるかなと、そんな状況になりそうです。はい、はい、それではですね、まずはこちらになりますが、これはですね、実は水蒸気の流れを示したものなんですね。はい、まあ、特にこの色の濃くなっているところが水蒸気が集まっているところ、まあ、この付近に梅雨前線があるというふうに見ておいてください。うん、13日はだいたいこの辺りにこう伸びている状況なんですね。はい、時間を進めていきましょう。今度は14日の午前9時になると、今度はこの辺りに伸びているような形になって、でさらに時間の方を進めていって15日になると、この辺りですね、さらに北の方に行くような状況となるので、ここまで北上する。ですから、はい、この辺りからこういうふうにだんだんと北上傾向、その範囲が雨の梅雨前線の南に入る範囲がだいぶ広がってくるといった状況になります。はい、で、今度はアイコンの方で見ていきたいと思いますが、こちら見るとこの3連休、ちょうど左から3つですね、13、14、15になるわけですけども、こちらを見るとですね、東日本、西日本、まあ、特に14、15、2日間こちらは、ね、はい、ほぼ広範囲で雨といった状況となります。で、続いてなんですが、こちら雨の強まるタイミングなんですけども、この中で、少しこう黄色のところが出ていたりするんですが、はい、これがですね、強まるところ、まずは明日は四国から始まって、紀伊半島もそうですね、さらに14日に今度なってくると東海エリアの方でも強まるタイミングがやってくる。また再び九州北部の方で強まったり、北陸の方でも強まることもあるかなというふうに見ておいてください。はい、でまたこの状況ですけれども、15日になっても、まあ、少しこう強まるところも出てくるというふうに見た方が良さそうです。ということで今回なんですけれども、梅雨前線その南下しているということもあるので、広範囲で雨の方が降るんですが、まあ、局地的にですね、雨雲が発達し、まあ、強く降る時間帯もあるかなというふうに見た方が良さそうですね。はい、わかりました。最新の雨情報はぜひお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。